ジャスミンの今後の展開と高値、どの位置どのくらいでありますかというお話いただきましたね。なるほど、ジャスミンですね。まあまあまあ、その多くの方がですね、期待をしているジャスミンですけども、あんまりチャートで見たことがないですね、ジャスミンさんを。今現状がちょっと調べながらで画面量酔わないように今画面切りましたけども、そうですね、まぁ、ちょっと低空飛行は続くのか。なるほど。まあね、上場ファンダが2回ぐらいあったんでパーンパーンと上がってましたけども、そうですね、なるほど。なかなかこれチャートで見たらちょっと悲しいチャートですね。でもうわ、そっか。本当年末ぐらいにどう跳ねるかじゃないですかね、これは。今多分13ドルぐらい、本当に今日が下げ相場を否定するかどうかの話になりますので、マーケットが回復するとジャスミンも勢い乗れるんですけどね。どうでしょうね、ちょっと今日明日とかぐらいまで見たいですね、このチャートだと。で、15円を超えたらジャスミンはポジティブだと思ってください。そしたら当然次の山は25円とか28円とかっていうところがありますね。はい。まあ、こうジャスミンをね、トレードするっていうタイプの方は少ないと思いますけども、まあ、現物ホルダーの方はね、多いと思うので、まあ、期待をしてもいいかなと思います。